はい、どうもトトチュンチャンネルです。今日はですね、以前開封動画を上げましたスマートウォッチね、はい、こちらをですね外で持ち出して、実際に使ってみてね、どんな使用感かっていうのをねレビューしたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、じゃあですね、このねスマートウォッチどんな機能があるかっていうのをね説明するとね、まあ、まずはね、まあ、基本的なこの文字盤が出てくるんだけど、まあこの他にねこの下のボタンをタップしていくといろんな機能を呼び出します。1回押すと歩数計、次がカロリー、どれだけカロリー表示したかね、それから歩いた距離で、次が心拍数、そして血圧計で、あとはね何時間寝たか、それからあとはねあのスマホのねあの通知メッセージがここでこうブルルッとこう振動で表示されるようになります。はい、その次押していくと、まあ、スポーツモードになって、ここからですね長押ししていくと、いろんなね機能を呼び出すことができます。スタートボタンを押すと計測を開始するんだけども、まあ、スマートフォンと連動してね、まあ、どこを 歩いたかっていうの軌跡を、まあ、あの GPS を使って、まあ、表示することができるんですよ。で後から見て、まあ、どこを歩いたのかなっていうのをね確認することができます。だからまあ旅行行った時なんかね、あどこを歩いたのかなっていうところをね思い出した時に、これがね地図上でこうもう線がこうバーッと引いてね記録が残るんでね、あそういえばここに行ったなというふうにね、まあ、こう振り返ることができるわけですね。はい、そんな感じの機能になっています。じゃあ実際ね使用感どんな感じかっていうのをねちょっとお話ししていきます。はい、ですね、今何歩かな、3317歩歩きました。その他にもですね、今139キロカロリーを消費しております。で他にも今ね、まあ、2.18キロメートル歩いて心拍数は65だって、あまりないね俺の心臓生きてんのかな、はい、で血圧は上が117、下が175になってます。まあ、途中でね、まあ、心拍数とか見たいときは、ね、長押しすればいいんですね。あこうやって長押し設定して、そうすると、はい、計測開始、はい、ここでしばらくするとブルッとなったらね、計測終了となります。はい、でまあ、実際これ、まあ、心拍数と血圧計に関しては、参考値だというふうに書いてあるんだけど、割とね、正確です。一応僕ねこれ病院でちょっとね確認してですね、病院に置いてあるその血圧計とかと比較してもねそんなにズレがないんで、まあ割と信憑性は高いんじゃないのかなと思いますね。はい、じゃあ次はですね、専用のアプリを使って、このスマートフォンと、あ、ごめんなさい、スマートウォッチとね、連携して、いろんな機能を使ってみたいと思います。でね、これはね、まあ、スポーツというモードに設定しますね。はい。スポーツってとこが出たら、5秒長押しすると、はい、スポーツモードになるので、もう1回タップする。そしたら計測を開始し始めます。こっち。OK？ はい。で、こちらのアプリはね、運動っていうところをタップして、はい、そうするとね、現在地が出ます。はい、ポッと出たと。で、ここで運動開始ってやると、3、A、H、スタートって言ってね、まあ、計測開始するわけですよ。ここで実際歩いてみましょう。こうやって歩く速度とか出るのね、距離とかね。ただこれね、弱点としてはアプリ止めちゃうと計測も止まっちゃうんでね、これがちょっと残念しよう、例えば途中でね、なんか SNS とかしたい時なんかするとデータが消えちゃいますんでご注意ください。この辺がねちょっと残念なとこですね。テックから見てね、合ってんのかな、合ってんのか、合ってんだね、結構合ってんね。ちょっとここでこうくねってなってるんだけど、これは多分 GPS の精度がちょっと悪いからね、
ックネットになってるんだけど、でもまあ大体の駅はこれで見ることができます。旅行とかで使えばね、あ、ここ立ち寄ったねっていうのにね、使うことができます。これにあれだよね、飼い猫なんかさ、どこ歩いてんのかなっていう時にこれを猫につければどこ行ったかっていうのが分かるすごい使い方もできるね、うん、そこからスマホもなくす可能性もあるけどね。あとはイケケンさんの車につけといて、奥さんのが探るのに最適です。お前やってきてねえだろスポーツにして長押しをする。はい、そうするとこのスポーツ画面ね、まず走る、歩く、何これ、なんてちょっと早歩き、自転車、卓球、うん、バスケット、これ何、テニス、サッカー、こんな感じでね、モードがいっぱいあります。だから今回は歩くだから、これだね、これにすればいい。でこれで長押しかな、あ、長押しだ、はい、スタートした。ほらほらほら、こんな感じ。その他にも携帯探しという機能があります。これ長押し、そうすると、このスマートウォッチは何時間睡眠をとったかっていうのをね、見ることができるんだね。はい、ただね、ちょっとね、残念なところがあります。睡眠の時間を測るのは、まあまあ割とね、正確にできます。まあどうやってやってるのかわかんないんだけども、まあ人がね、こう例えばこう寝返り打ったりとかするっていうのはね、そういうのはね、感知しないんですよ。で、まあ、人が寝静まったなっていうのを、まあ、このスマートウォッチがこうセンサーで、まあ、この今こいつ寝たぞっていうのを、まあ、測って、で、まあ、その計測を開始するわけです。ほんでこう起きたら、まあ、止めると。例えばこう寝返り打ったりとか、そういったのにはね、ちゃんと反応しないようになってるんですね。これは割と正確です。はい、ただですね、ちょっと問題があって、測定時間がですね、まあ、この普通の人のなんかこう就寝時間に合わせたんですね。例えばね、朝8時ぐらいになったらもう勝手に止まっちゃうんですよ、計測が。我々ね、 YouTuber ですよ。だいたい朝6時に起きてね、昼まで寝てるんですね。そういうね、生活スタイルの人だと、残念ながらこのスマートウォッチ正確に測定することができないんですよ。はい、まあ、そのあたりがまあちょっとまあ睡眠計測するところの注意でございます。そんなわけでね、スマートウォッチ使ってみたんですけれども、まあ、基本的にはね、まあ、3000円ぐらいで買える、まあ、時計としての機能もまあもちろん使えるんだけども、それにね、まあ、いろんな機能がついてるかなという感じです。でこのね、ディスプレイっていうのはこう出っ放しじゃなくて、手をね、上げた時にまあ初めてつくんだけど、結構ね、このレスポンスが割と自然なんですよ。最初のうちね、使っていくとなんかこうちょっとワンテンポ遅れるかなと思ったんだけどね、実際普段の生活で使ってみるとね、こうやって袖をまくってパッと見た時にこういいタイミングでまあついてくれるんですね。まあ、このレスポンスはね、そんな悪くないと思います。その他ですね、まあ便利だなと思ったところは、まあ歩数計ついてるし、それからまあ消費カロリーも分かる。で、まあ、歩いた距離とか、心拍数であったり、あとは血圧計、この辺はね、割と精度がいいんじゃないかなと思いました。ただですね、ちょっとね、使いにくいのは、このね、機能を呼び出すときに、いちいちですね、こう順送りなんですね。まあ、各機能が直接呼び出せない。でもうたくさんの機能があるんだけど、一番奥の機能まで行くためには、こう何回もね、このボタンをタップしなきゃいけないっていうのがね、まあ、ちょっと面倒くせえポイントかなと思いました。はい、あとですね、このアプリなんですけれども、まあ、アプリのね、デザインは結構おしゃれなんだけど、こうちょっと使い勝手がね、いまいち悪かったりとか、あとはなんだかよくわかんない機能とかがいっぱいあってですね、見た目はよろしいんですけども、使い勝手としてはね、ちょっと微妙な感じがしました。はい、まあ基本的にはね、まあ、おもちゃプラスアルファかなというところでございます。まあ、お値段も安いしね、ちょっと買ってみたいなという意味ではね、まあ、ちょうどいい感じかなと思います。はい、てな感じで、スマートウォッチ、召喚レポートをしてみました。この動画がね、面白い、役に立ったなと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、サトチンチャンネルでした。
次の動画でお会いしましょう。